北京冬季オリンピックの大会組織委員会が23日に発表した内容によると、4日から22日までに海外から北京に到着したオリンピック関係者は計2586人に上る。そのうち選手及び選手関係者が171人、その他利害関係者が2415人であった。これらオリンピック関係者は北京に到着した際、全員空港で PCR 検査を受けており、これまでに39件の陽性が確認されている。また、大会関係者と外部との接触を遮断するいわゆるバブル内では、4日から22日までに合計336,421回の PCR 検査が実施された。その結果33人の陽性が確認されている。空港及びバブル内で確認された陽性者はいずれも利害関係者であり、選手や選手関係者の陽性は確認されていないという。